ミッキーマウスクラブってこんなに排他的だったの？わっちもじゃへようこそ。今回はディズニーから解雇されたトップ10セレブをご紹介。 I'm back baby! Back to play some PUBG! 毎日新しいコンテンツを公開しています。チャンネル登録をして最新動画の通知ベルの設定を忘れないでくださいね。ここでは行儀の悪さ、スキャンダル報道などが原因でディズニーから解雇された有名人を見ていきます。They found their way out, if that's what you mean. 第10位、ベラ・ソーン。 You don't like us? Oh, who am I kidding? You're gonna love us! ディズニーはこの新星をシットコム、シェイク・イット・アップの主演に抜擢。しかしソーンのディズニー時代は見かけほどマジックではなかったようです。この若手女優はホームレスになりかけていた家族を養うためにセシー・ジョーンズ役を演じただけだと明かしています。またセクシーなビキニを着ていることが原因で会社に解雇されそうになったと主張しています。 Yeah, it's a sexy bathing suit. It's black. It's got like a little bit of like fun little lace underneath. 彼女の番組終了を受けてディズニーは反抗的なソーンとの関係を終了させました。 People when you're on Disney think that you need to be a certain way, that you need to be the way they want you to be, and that'sNot humanly possible. 第9位、メーガン・ムラリー。 Drive a boat, drive a car, drive a plane. As long as I'm drunk, what's the difference? メーガン・ムラリーは、2人は友達？ウィル&グレイス、ガレン役のエミー賞受賞で有名になりました。ピクサーがニモに彼女を望むはずです。So don't forget your promise. Promise? I don't remember any promise. 彼女は映画のためにキャラクターを作っていたと明らかにしていましたが、録音ブースでは、甲高い声のカレンの人格を身につけるよう絶えず要求されたそうです。それを拒否した彼女は茨の道を歩むことに。ムラリーがどの役を演じていたのかは不明ですが、デボや妹のフロの声はカレンと同じくらい甲高いものになっています。 Or if I'm not around, you can always talk to my sister, Flo. Hi, how are ya? Don't listen to anything my sister says, she's nuts. 第8位、アドリアン・ベイロン。 Because we have each other and we'reこの歌詞はディズニーの人気グループチーターガールズでよく知られていますね。バンド結成から5年後、ベイロンはスキャンダルに巻き込まれます。 JFK 空港でラップトラップからベイロンのヌード写真が盗まれネット上に流出したとされているのですが、これは売名行為の一部だったとの報告もあります。この論争をきっかけにメイシーズ感謝祭パレードでのパフォーマンスはキャンセルされてしまいました。グループはワンワールドツアーを経て2008年12月に解散し、ベイロンはそれ以降ディズニーとは仕事をしていません。 You're a cheetah girl because of who you are and what's in your heart. 第7位、ミッチェル・ムッソ。 Oliver Oaken and may I say you two are smoking. アンナ・モンタナのオリバー・オーケン役でブレイクした後、キング兄弟でキング・ブレイディを演じた彼は2011年10月にその華々しい地位から墜落します。警察の前でスピードを減速することなく走り去り、0.08 以上の血中アルコールレベルで捕まったのです。ムッソがホストを務めていたリアリティシリーズ、ブランクスターズは同時期にキャンセルとなりました。ディズニーがムッソをさまざまな実写化プロジェクトから外す間、彼はフィニアスとファーブのようなアニメ番組で声優として活躍を続けています。I'm Jeremy Johnson. I'm here to rescue you. Johnson? Jeremy? Yes, sir. And I picked up a couple new recruits. 第6位、ジェイク・T ・オースティン。Wait 5 minutes and they'll duplicate by themselves. オースティンは2007年にマウスハウスに参加し、ウェイワー通りのウィザードたちのマックス・ルッソを演じていました。この番組は4シーズン続き、2013年には特別番組が放送されるほどでした。That kid could sleep through the apocalypse. しかし飲酒運転で逮捕されたことをきっかけに俳優としてのワイルドな一面を見せ始めます。彼の車はひき逃げ事故を起こしたと言われているのです。2014年のティーンチョイスアワードではスタッフに追い返されたオースティンが楽屋で冒涜的な暴言を吐いたことでさらなる酷評を買うことになります。サプライズ。第5位、フィル・ロードとクリス・ミラー。2012年にディズニーがルーカスフィルムを買収して以来、スター・ウォーズの映画は監督を失うことで知られるようになりました。 J.J. エイブラムスがスター・ウォーズエピソード9で監督を解任するわずか数ヶ月前、フィル・ロードとクリストファー・ミラー監督がソロ・スター・ウォーズ・ストーリーから解雇されました。ロードとミラーは2017年1月に撮影を開始し、主要撮影の4分の3を完了していました。監督コンビは俳優がアドリブを入れることで
よりコメディ的なアプローチを取りたかったと報じられていますが、それはルーカスフィルムとこの映画の共同脚本家であるローレンス・カスダンには不評でした。第4位、ロザンヌ・バー。Thank you for making America great again. Mom, no! It's okay, darling. 2018年にテレビ復帰を遂げたロザンヌは視聴率を独占し、完全復帰したように見えました。でも、何がいけなかったのでしょう。シーズンフィナーレの1週間後、ロザンヌ・バーはオバマ政権のバレリー・ジャレットを猿の惑星のキャラクターに例えた攻撃的なツイートをします。バーが ABC と衝突したのはこれが初めてではなく、この無神経なツイートが決定打となり、彼女のキャリアは終了します。ロザンナはすぐにキャンセルされ、コナーズはバーの存在を抜きにしてスピンオフで復帰することになりました。第3位、ピューディパイ、フェリックス・アルビット・ウルフ・シェルペリ。How's it going, Rose? My name's PewDiePie! YouTube で最も多くの登録者を持つピューディパイは、ディズニーが所有するメーカースタジオの上に泊まりました。彼は2012年にメーカーと契約することになりました。彼が2017年に投稿した反ユダヤ主義として解釈できる一本の動画で、この動画を投稿するため、ピューディパイは全てのユダヤ人に死をと読み解けるサインを示すよう数人の男を雇ったのです。すぐに謝罪文を発表し、まさか彼らが実際にやるとは思っていなかったと語りました。このようなスキャンダルを受けて、メーカーはピューディパイに別れを告げることとなりました。第2位、ジェームズ・ガン。 Set it yourself, bitch. We're the Guardians of the Galaxy. ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーの全2作でジェームズ・ガンは無名のマーベル作品を一躍有名にさせました。ガンなしでこのフランチャイズの成功を想像するのは難しい上、ディズニーが彼をガーディアンズ・オブ・ギャラクシー3作目から追い出したため、私たちに何よりも大きな衝撃を与えました。ガンの解雇は彼が数年前に投稿したレイプと小児性愛に関する一連のツイートに端を発しています。ガンを復職させるための請願書は何千人もの署名を集めましたが、ディズニーの決定を覆すには至っていません。第1位、ジェイク・ポール。 YouTube では2番目に多くバッド評価がついた動画を配信した彼でしたが、ディズニーチャンネルのやりすぎ配信ビザードバークでダークマン役を獲得しました。 I don't think I live that dangerous of a life. Well, let's just say don't drink that, that's liquid nitrogen. しかし2017年にポールの特注番組を放送した際に、彼が空のプールに家具を投げ入れて火をつけ、近所の人たちを困らせていたことが明らかになります。ポールは第2シーズン中にもかかわらずやりすぎ配信ビザードパークを退きました。後に報道を受けてディズニーが彼を解雇したと認めました。いかがでしたか？ウォッチモジョの他の動画もチェックしてみてくださいね。チャンネル登録も忘れずに。